皆様こんにちは。お囃子塾第18話にようこそ。今日は江戸庶民の音の第2、社殿というお囃子のリズムをご紹介します。日本には至る所に神社があり、その数は9万に近いと言われています。5世紀に大陸から伝来した仏教とともに、それらの様々なお祭りを通して、その共同体思想が日本文化を支えてまいりました。歌舞伎のお芝居や音楽も当時の人々の暮らしと深いつながりがあります。社殿というリズムは当時のお祭りで耳にされたものが歌舞伎に取り入れられたのではないかと言われています。そこで今日は次の順序でお話しさせていただきます。1、社殿の音が聞こえた当時の代表的屋外の祭典であるお花見とその起源。日本のそれ以外の季節の祭典とそれに託された意味。3、社殿の音が歌舞伎囃子に取り上げられた経緯と社殿のリズムのご紹介。4、社殿のリズムが長唄、元禄、花見踊りの中に取り入れられた例。日本人の季節感、春の風物詩を思うとき、最初に出てくるのが桜ではないかと思います。お花見の起源は812年の嵯峨天皇の花宴の節だと言われています。なぜ日本人が桜をそれほどまでにめでるのか振り返ってみましょう。まずは仏教の輪廻転生の考え方があるのではと思います。桜は開花から散るまで1週間足らずであり、花吹雪となって散っていくその姿は、よく人の命の儚さになぞらえられます。一方、日本には仏教以前から矢をよろずの神様の存在を見ることができます。今でもことあるごとに神社参りをする日本人。江戸時代に見られた祭事のルーツをたどると、そこには自然への畏敬の念があり、感謝と祈願があります。日本にはお花見以外にも幕府を挙げての多くの季節の祭典がありました。皆様おなじみの年神様を祭るお正月、お雛様を飾るひな祭り、鯉のぼりを立てて祝う子どもの日、短冊に願いを綴る七夕など、いろいろありますね。今度は屋外のお祭りにどのような意味があるのか見てみましょう。5月28日には隅田川の川開きの花火大会があります。これは水難事故の防止の祈願とともに、犠牲者の霊を慰める行事なのだとのことです。延命長寿を願う9月9日の重陽の節句、運を集める熊手を売る11月の鳥の市などがあり、江戸時代にはまだまだ多くの行事があったようです。さて、ここまでいろいろな祭典についてお話ししてまいりましたが、ここからは社殿というお囃子の起源についてお話しします。当時、人の集まるところに行くとやってくる社殿坊主と呼ばれる素人芸人がいたようなのです。坊主のふりをして4、5人でお芝居やお能などを混ぜこぜにした芸を見せては、鐘や太鼓を打ちながら練り歩き、お酒やお金をもらいたがるので、よく思われていなかったようです。けれども、その鐘と太鼓の拍子の打ち合わせが何とも面白く耳に残るものだったとのことなのです。お芝居での人寄せの場面に使われる社殿の起源はそこから来ているのではと言われています。またその楽しく華やかなリズムは三味線の伴奏音楽としても取り入れられています。では社殿を打ってみましょう。まずこれが、そしてツは、これもツ、社殿です。社殿の A、 Left、 Right。
じゃんじゃん。今度は C。じゃじゃじゃん。つくつく。A。B。じゃん。じゃじゃじゃん。全部いきます。A。じゃんじゃん。じゃじゃじゃん。このリズムは長唄の元禄花見踊りという曲に使われていますので、聞いてみましょう。でしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。次回は手まり歌をご紹介いたします。もしこれが役に立ったと思われた方はコメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。